なんか4月の卒業式、入学式とかに桜がわーってこう、桜って思って、これもう4月には満開の緑だからね。超綺麗。綺麗とたまに映り込みますからね。何でも撮るからね、YouTube は。何でもネタにしますよ。すごい綺麗ですね。マジ綺麗、桜が咲いてるの。びっくり。鳥がおる。ここなんてとこでしたっけ？サキバル。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 桜通り。桜通り。サキバルだね。サキバルっすね。手が入ってる。ちょっと頑張る。もう一回にあった、もう右からがいいんじゃない、右から。こっちっすか。こっちからがいいんじゃない。なんかこっち動画撮りながら写真。あ、そうか、そう撮ってるんだ。はーい。いいね。あ、もうここもカットなしでいきますわ。やだー。やだー。めっちゃ声入ってますよ。何桜っすか？ん？何桜？ヒカン桜。ヒカン桜？黄色の寒いとかの。へぇー。ヒカン桜？やっぱ YouTube 中だ。あー、全然いいっす。カットなしでいくんで。いや、ぜひして。カットめんどくさいんですよね。してねえ、めんどくさいね。で、なんであれ一箇所だけ違うのが入ってるのかね。ね、種類違うよね。全然違いますよね。まんま。まんま。よこれはなんか普通の桜っぽいよね。
なぜか一個だけ。いいね。よいしょ。ちょっと青空見えてきたね。よし。ちょうど満開の。マイク忘れてきた。こっちは入っとるかな。本当綺麗っす、来れてよかったっす。あ、よかったよかった。桜好きなんで。あ、いいね。この時期の桜はマジですごいっす、本当に衝撃ですよ、熊本なんかまだ全然咲いてませんからね。いやさ、4月に咲く桜が夢だったよ。だって4月なの、卒業式、入学式とかに桜がわーって、桜って思って、これもう4月には満開の緑だからです。4月には満開の緑だからです。4月には満開の緑だからです。満開の緑、綺麗な緑。でも綺麗やな、ということで今回の動画はいかがやったでしょうか。にゃんたがね、奄美大島に出張に行った際に行ったあの咲原桜通りっていうところの、桜になります。これね2月上旬頃撮ってるんで、ほんと早いっすよね。びっくりしました。まあ僕が知らないだけかもしれませんけど、まあ熊本県はだいたいやっぱ4月ぐらいやでな。なんで本当にすごい衝撃を受けましたね。で実際ね見るとすごく綺麗です。動画とねまた違う綺麗さがあります。なんでぜひね奄美大島に行かれたら桜シーズンが合えば桜見に行かれてみてください。ということでね、この動画面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。